自閉の動画解放群、動画で解放とか、めっちゃええやん。この北高生というのは、はいはい、あの引退したから作ったんですかね、はい、その前からもうあの話は進んでまして、はい、やっぱあのもう自分も鉄道ファンなんでもうデデ51ってもうすぐいなくなっちゃうかなってちょっと危惧してたんで取材するのは今のうちかなと思って、はい、あれも良かったですね、いなくなっちゃいますから、はい、そうですね、本当ギリギリのタイミングで自分が取材した機体もふっと気づいたらもうあの廃車になっちゃったりしたっていうのもあったんで、はい、これ見た感じすごくリアルなんですけど、はい、ただのスケールモデルじゃないんですよね。そうですね、かなりもう昔のプラモデルみたいに電球を入れたりいろんなとこが動いたりして、まあ楽しめたり学べたりするような感じになっておりますね。こう窓が開いたりドアも、はい、開閉できますしですね、 LED もこちらで、前後こう切り替えられるようになったりしますね。で、裏を返せば台車も後で外して眺めることもできますんで、はい、組み出してもまた外れるようになってるんですか。そうです、はい、でエンジンもここ後でポコって入れるようになってますんで、そうですね、じゃあもう実車で見える部分は大体再現されてる、はい、大体再現してて、はい、後で全部バラせて、うん、まあ、学べるかなって、はい、だからただの置物はじゃないですよっていう感じですね、はい、なんか鉄道が好きじゃない人でも、はいはい、メカが好きな人だったら楽しいですよね。多分そうだと思うんですよね、はい、この凝縮感っていうのはなんかあの工場のプラントにも通ずるものがあると思いますし、工場萌えの人とか工場萌えには、はい、ぴったりかなと思ってますね。私もそうなんで、はい、作り上げてきた。で、子供が今一番あれ
問題にして人気のあるという電車がまず人気があるということで、やっぱりこの電車独自のアイデア、独自のデザインで知らせる。そしてこれを変形させていって、これを出して、でこれを出しまして、でこれを握ります。でここから玉を入れます。でこれを打つ、これを前に下げて、この穴のところから打ってみます。で至近距離から打っても痛くない、痛いか痛くないか確認してください。まあ全然痛くないです。非常に優しい、新しく出させていただいたのはこのハイグレード模型用という新しい模型用接着剤になっています。これ水性で非常にサラッとしていることと透明度が高いことが特徴でして、塗ったのがほとんど見えないぐらいに綺麗につきます。はい、それで、ちょっとこういう、パーツの余りで申し訳ないんですが、つけさせていただくんですけど、普通に水性のノリなんで、こう指ついてもあんま気にならなくて、そのまんま、特別な処理をせずに貼るという形になります。瞬間接着剤ではないんで、ちょっとこのまんま数分置いておく必要はあるんですが、その分仕上がりも非常に透明 で途中で白くなるっていうことも、ほとんどないので、瞬間よりも何倍もクリア度を保って、お使いいただけるタイプになっています。あと特徴としまして、メッキパーツもそのまんま使えるというところありますんで、特に、飛行機の、光沢ですとか、あとキャノピー部分も安心して使っていただける、そういうタイプになっております。
しますか。自閉の動画解放群。